いや、ロシアがね、内戦なのかななんか大変なことにあのなってきました。で、あの、ことの発端はですね、昨日ね、 ノエルリポーツ並びにですね、その他ネットメディアがですね、一斉に報じた、プリゴジンのね、発言なんですよ。でね、ノエルリポーツのね、まあ、原文がちょっとあるので翻訳してお届けしたいんですけど、えー、これね、タイトルがね、自称皇帝プリゴジンが再登場というふうに書いてあってね、まあ、なんてプリゴジンが言ったかというとね、こんな衝撃的な思を言ったんですよ。ウクライナは8年間ドネツクを爆撃しておらず、ロシアの陣地だけを爆撃している。ウクライナ軍は NATO 兵士を率いてロシアを攻撃するつもりはなかった。 ロシア国防省は国民と大統領を欺いていると。ええー、そうなのと。 ねいわゆる進路派が言ってたですね。まあその、ウクライナが侵攻されてもしょうがない理由っていうのを全否定するみたいな内容なんですよ。これ他にもね、日本のロタンさんっていう方ね、私もまあよく見てるアカウントですけど、ロタンさんもですね、このまあプリゴジン発言ね、動画付きですよ。動画付き。ロシア語の動画付いてますので、ロシア語わかる人はこれ、その通りだっうこと確認してくださいね。えー、いわくね、ロタンさんね、ウクライナ軍の8年にわたり、ドンマス人民を虐殺してきたとか、NATO とともに大攻勢をかけようとしているといった話は、全部国防省の嘘だ。この戦争は、 軍事的功績を欲したショイグ一味とウクライナの利権を狙う一部オリーガルヒが起こしたもので大統領とロシア社会が騙されたんだというようなことを言ってですねえーそうなのと これちょっと大騒ぎにあのなりつつあるわけですよね。で、私がね、まあ、いつもあの参照してるね、テンダーさんというおントアカウントもですね、このノエルレポーツをですね、まあ、引用してですね、えー、プリゴジンは8年間にわたるクレムリンの言説に公然と反抗するだけではなく、プーチン大統領が特にこの戦争を開始したと名指しした2つの主要な理由をですね、嘘だと、ね、もうとんでもね嘘だというふうにま、言ったと。 それがさっきのですね、その、ウクライナの人民はウクライナ軍に攻撃されていた。ウクライナ軍がウクライナ人を殺してるんだ、みたいな、まあ、これ嘘だと。さらに、NATO と結託してなんていうのも嘘だと。ね、いうことを言ってしまったんですよね。で、どうもですね、このプリゴジンはですね、ロシアのシステムを変えることを望んでいるのではなくて、ね、自分をね、 そのシステムのもっと上の方に持ってこいみたいな、そういうことを要求してるんじゃないかと、テンダーさんは、あの、言ってます。ロシアのシステムを変えることを望んでいるのではなく、それを継承したいと考えており、最も弱い部分、つまり、ショイグと残りの無能な取り巻きをね、まあ、追い落とすことをね、狙っているのじゃないかと。こいつらを取り除けば、大統領就任後のロシア最強の男として、まあ結構、権力をですね、確固たるものにすることはできるだろうと。プーチンを直接打倒するのではなく、傍観者に追いやるのでもなく、自らをプーチンの 直接の後継者として位置づけること。これがね、どうも、プリゴジンの狙いなのではないか、というふうに、テンダーさんは分析しています。まあ、これはあの、まあ、あくまでもテンダーさんがそういう風に見ているということでね、本当にそうかどうかは分かりません。で、ロシア政権の、えー、まあ、不安定さというのはですね、まあ、テンダーさん、いわけね。まあ、これはも非常に悪名高くですね、まあ、みんなが知っていることで、えー、特にですね、プーチン大統領の、まあ、全面的な不信感がですね、えー、結局のところ、プリゴジンの主な障害となっていると。で、ショイ悦は確かにすでにプーチンの膝の上に乗り、プリゴジンがいかに危険である かということをね、まあ、語っているんだけれども、まあ、プリゴジンもそれを黙って見てるわけではないと。えー、ということで、まあ、ちょっととんでもないことが起こりつつあるなと。で、テンダーさんはですね、もう立て続けに。 え、これね、言ってまして、他にもね、こんなこと書いてます。ね、天野さん曰くね、私が以前コメントしたプリゴジンの独白の残り部分は、実際にはロシア政権にとってははるかに破壊的だと。プリゴジンは基本的にずっと疑われてきたことを裏付けている。2022年3月に見事に失敗したロシアのキーウ侵攻は、これをディスることで、まあその、自らの政権交代を目指していたと。で、さらにね、別の疑惑も、え、あると。え、彼はですね、メドベチェフックが意図された傀儡だったというと。メドベチェフックっていうのは、要はあの、ウクライナの 裏切り者でね、野党の指導者だったんですけどね、新ロハのね、はい。メドベージェフがいかに重要であることを強調して、えー、奥がメドベージェフの娘は、えー、プーチンが名付け親なんですよ、ゴッドファーザーなんです。 はい。で、そのプリゴジンはそのメドベチェクね、プーチンが可愛がってるウクライナの傀儡をですね、えー、卑怯者だと、ね、卑劣な奴だと、呼びですね。要はその、メドベチェクがウクライナ全体から、ま、いろんなものを略奪することもね、要はその一部のオリガルヒッツはこのメドベチェクのことなんですよ。ね。こいつの利権でね、で、そういう嘘でっち上げて、ウクライナ軍がウクライナ人を殺しているみたいな嘘をでっち上げて、まあ、この侵攻はね、まあ、ショイグなどのね、そのま、無能な取り巻きによって計画されたというふうに、ま、批判しているわけですよね。はい。